い、皆さんこんにちは、ひさです。今日のユニクロなんですけども、今日はシームレスダウンパーカー、これ秋の、ね、新作なんですけども出たので早速見に来ました。今日はね、いろんなラインナップがあるんですけども、すべて着てきました。この中から1着買おうかなって思うんですけども、どの色がいいか非常に悩ましいです。このね、シームレスダウンパーカーなんですけども、価格が 14,900 円、ちなみにパフテックパーカーが 6,990 円、ハイブリッドダウンパーカーが 12,900 円となります。パフテックの倍以上するんですよ。ただしですよ、ただしこのシームレスダウンパーカーなんですけども、非常に中綿が詰まってて肉厚です。着た感じめちゃぬくい。私ね、パフテックパーカー結構ねあったかいと思ったんですけども、このシームレスダウンパーカーを着るとパフテックの火じゃないんですよね。もうめちゃくちゃいい、しっかりした中綿が入ってるんで、あ、ダウンジャケットを着てるんだっていう気になるんですよ。で、見た感じもごつく見えるんで、非常にね気に入っちゃいました。サイズ感なんですけども、L サイズと XL を着ました。やっぱりね、ジャストフィットは L サイズかなって思ったりします。ちょっと大きめにダボって着た方がいいかなって思うんですけども、このねシームレスダウンパーカーなんですけども、袖口が風が入ってこないように工夫されてるんですよ。まあ見てもらったら分かるんですけども、これなんていうかちょっとよく分からないですけども、なので暴風対策には非常に有効かなって思ったりします。今回ブルー系とこの緑系、そしてネイビーと黒着たんですけども、実はこのグリーン深緑ですか、この色か黒、どっちか欲しいんですよね。で、今日買おうかなって思ったんですけども、正直ねまだ悩んでるんですよ。だからちょっとね一晩考えたいかなって思ったりします。一晩考えてちょっと頭の中を整理して、どの色にするかっていうのをね決めたいと思うんですけども、やっぱりねこのグリーン深緑、これすごいいいなって思います。これね、皆さんもね全部の色着比べてみてください。でないと自分に合う色ってわからないと思うんですよ。でちょっとね考えた方がいいと思います。結構ねどの色でも本当にねもう映えるというかね、着てフィットするんですよ。このベージュっぽいダウンパーカーもめちゃくちゃいいなって思うんですよ。一見地味のように思うんですけども、着てみると非常にどんな服にも合うんじゃないかって。これね見てもらったら分かる通り、下ねベージュなんですよ、ズボンが。でも上もベージュ系なんですけども、ちょっと濃いベージュなんで、同色系の服でも別にねおかしくないんですよ、着ててもね。ポイントはちょっと色が濃いっていうところがポイントかなって思ったりします。この色もねすごいいいですよね。なかなか捨てがたい。あ、やっぱり黒かグリーンかこの色。はい、続けてこれネイビーですか。これはね、まあ、黒に並んで定番中の定番の色かなって思ったりするんですけども、これも買って間違いはない色かなって思ったりします。だってね普通に着れますもん、これってどんな服にも合うと思う。無難ですよね、この色は。無難、無難を求めたい人はこの色がいいかなって思ったりします。間違いはないと思うんですよ、この色でもね。だって普通にかっこいいと思うんですよ、この色ね。
でもこう見るとやっぱりね、このカラーも欲しいなって思ったりしますよね。あー、全部欲しい、全部欲しいけど、一つが 14,900 円なので全部は買えないな。はい、これ定番の黒ですね。黒はね、やっぱり締まって見えます。着てみるとね、しっくりくるんですよね。これ L サイズか。全部ね 14,900 円、14,900 円なんて本当にね、しっかりした作り。黒ね、本当にどんな服にも合う、しっくりくるんですよね、黒。はい、ということで今日はユニクロのシームレスダウンパーカー14,900 円、新作が出たんで早速見に行ってきました。多分ね、今晩一晩考えて何か一つ買うと思います。ということでワロクチャンネル、いろいろアップしていきますので、皆さんよければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ヒッサでした。